広島市中区の本川小学校は朝から子どもたちの元気な声が響き渡りました。モニターを使った全校聴会では、築地陽子校長が連日続く暑さへの注意を呼びかけました。残暑も厳しいものになりそうです。熱中症対策には十分気をつけながら体調を整えて前期のまとめをしていきましょう。広島市内に140ある小学校のうち77校が今日から授業再開です。1年生のクラスでは1時間目の授業で早速絵日記などの宿題を提出し、夏休みの思い出話にも花が咲いていました。海に行ったよ、はい、山に行ったよ、プール行ったよ、ファミリープール。プールとか行ってないの？うん、まあ行ったけど、まあキッズクラブでゲームとかをいっぱいやりようたし、そこは楽しかったです。キッザニアに行って楽しかったです。国語とか前よりもいっぱい勉強やりたいです。県内の多くの公立小中学校は来月2日までに授業が再開することになっています。